ねえ、どこかでお茶でもしない？今日はずっと砂漠で狩りをしていたから疲れちゃった。賛成。いつものお店にでも行きましょうか。冷たいものが飲めればどこでもオアシスだよ。確かにオアシスにでも飛び込みたい気分だ。僕も喉がカラカラだよ。ずいぶん混んでいるな。珍しい。中央のモニター見て。あれ MMO ストリームじゃない？ほら、人気の VR ゲームの紹介や攻略情報を特集しているネット番組だよ。気持ちがいいくらい調子に乗っているね。 AGI 型最強論を唱えていたのはゼクシードじゃないか。流行に踊らされる方がおバカさんだわ。いつきもその口じゃないの？やだな。僕は自分の判断を他人に委ねたりなんかしないよ。まあ流行は大事な情報だとは思うからうまく利用するつもりでいるけどね。なんだかんだで堅くなな誰かさんとは違って。誰かさんって誰のことかしら？そりゃ目の前の。ん？なんだあいつは。ゼクシード、偽りの勝利者よ。今こそ真なる力による裁きを受けるがいい。なんだあいつ。痛いね。ゼクシードにムカつく気持ちはわかるけどよ。これが本当の力、本当の強さだ。愚か者どもよ、この名を恐怖と共に刻め。俺とこの銃の名はデスガンだ。なんで？何が起きたの？ゼクシードは緊急ログアウトしたみたいだけど、あの苦しそうな表情おかしいわ。それにさっきの変な拳銃使い、デスガンだっけ？あいつは一体って、あれ、どこに行ったんだろう。それに樹さんもいない。不活でしたわ。みんながゼクシードに気を取られているうちに姿を消したみたいね。まさか。システム的にありえない。ここは GGO、 あのソードアートオンラインではないのよ。そうだよね。何かの演出かトラブルだよね。そもそも MMO ストリームは GGO 内の番組じゃないの。独立した VR 空間で撮っている番組を中継しているんだもの。弾丸がモニターを越えて別の VR 空間に行く？そんなことは絶対にありえない。でもタイミングが良すぎるな。それとセリスカ君、猫の皮が剥がれかかっているよ。猫なんてどこにいるのかしら。そういえばいつき、あなたこそどこに行ってたの？デスガンとやらを追跡しようと思ったんだけどね、外に出たら影も形もない。アバター名もプライバシー機能で隠していたし、計画的な行動のようだな。タチの悪いいたずらね。運営に報告しちゃおうかしら。いたずらね。少なくとも彼の呪詛は本気のように聞こえたけどな。なんてね。まあトッププレイヤーへのひがみだろう。怖い怖い。
So, gut. Ja, ich habe vorhin mein Gear ein bisschen gecheckt und das kennen wir ja alle aus der Serie. Hoffe ich. Muss ich denn jetzt hin? Na, zu Hause. Na gut. Jetzt hier halt weiter. Und ich dachte, wir sind bald fertig. Master! Mail が来ました。ジョーからですよ。Gott, der will schon wieder an. Well, genervt. そんなの行かなくていいわよ。あんたって付き合い良すぎなんだから。そうね。でも、バザルとジョーならいつまでも待っていると思うわ。あり得る。バザルト君の美点であり、多大な欠点は非常にしつこいところだからね。マスター、ジョーはそんなに悪い人ではないのです。優しいわね、レイちゃんは。さっさと片付けるなら手伝うわよ。では行くときは私も連れて行ってください。僕も見に行こうかな。面白そうだし。キリトさんたちも行きたがるんじゃないかしら。あら、そうしたらお弁当を持っていかないと。お弁当は素敵です。マスター、みんなで遊びに行きましょう。Ja, jetzt müssen wir noch einmal mit Joe rumprügeln. Okay, wen nehme ich denn mit? Was? Nein. Ja, da habe ich nur einen Heiler. Guck mal, der ist 65. Koe da ja. Werte anzeigen, das wollte ich gucken. Griffabwehr. Na gut. Oh, hier haben wir noch ein Gespräch, ja? Oder startet das hier? Jetzt startet hier, ne? Ja, ausprobieren. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin oder nicht. Weiß ich erst, wenn ich ihn nicht schaffe. よ、よく来てくれたな。けどよ、アファシスちゃんも一緒なのはわかるけど、ずいぶんオーディエンスを連れてきているな。おい、こんなテンション上がること見逃すわけにはいかないよ。どうも、直接話すのは初めてじゃないかな。こんにちは。決闘だって、僕も混ぜてよ。待て待て、お前さんたち全員と挨拶していたら日が暮れちまうぜ。こういう派手なのは趣味じゃないが、ま、見届け人は決闘に必須だからな。男の究極勝負といえば決まってら、1対1の決闘だ。お前さんは会った頃と比べて格段に強くなった。フリューゲルに到達して攻略の最前線にいる。今まではお前さんの実力を考えて仲間同士の集団戦にしていたが、今日は本気の手加減なしだ。1対1で俺様の実力を見せてやる。準備ができたら言え。俺様はいつでもいいぜ。油断しないように。彼は愉快なキャラクター性に反して実力はかなりのものだよ。そうね、戦闘は意外と冷静なタイプよ。あんなに暑苦しいのに。
ゴキブリ並みのしぶとさを舐めてはいけないわ。おい、イツキに釣りすか。ややこしい言い方してるが、俺様の悪口だろそれ。すまねえな、アファシスちゃんとお前さんの絆は知っている。だが男には引けない時があるんだ。バザルトジオ、いざ尋常に。Oh Mann, jetzt muss ich alleine kämpfen. Der schießt die ganze Zeit auf mich. Null Heilung. Recht aus. Hüt Thomas! Hüt Thomas! Krei! Aha, der hängt in der Ecke fest. Oh, war gar nicht so dramatisch. Maketa! Ich tai ich no ketto demo. Maketschimau toa, ne? Joe! Otskare sama des! Aphasis-chan?私はマスターのアファシスで、ジョーのアファシスにはなれません。でもジョーは銃が大好きないい人です。私の友達になってください。マスターもありがとうございました。とってもかっこよかったです。もちろんです。くぅ、男に涙は不要だって言うのに、なぜか目から水分が出ちまう。いや、これは鼻水に違いねえ。約束通りお前さんに俺様の一番大事なものをくれてやる。そういえばそんなことをメールに書いてたわね。何をくれるの？レアアイテム？お金？俺様だ。は？え？それはあまり欲しくないかも。だよね、同感。なんかちょっと怖い。おい、待ってくれよお嬢ちゃんたち。このいぶし銀なトッププレイヤー、バザルト嬢様だぞ。戦力アップ、友情アップ、男気アップできるんだぞ。最高のパーティーメンバーじゃねえか。結構ですわ。帰るわよ。あ、マスターどうしたらいいですか。そうだね、僕もそう思うよ。バザルト君だって自分のスコードロンがあるだろう。自分のスコードロンをほっぽってきた人のセリフではないわね。でも実際お仲間のことを考えた方がいいと思うわよ。男の約束にはちげえねえんだ。仲間たちだって分かってくれるさ。まあまあ、まずはクエストの時とかに付き合ってもらって様子を見たらどうだい。ジョーがクエストに一緒に来てくれたら心強いです。だよな、そうだろう。というわけでこれからは俺様も仲間に入れてもらうからな。よろしく頼むぜ。Ups. Ah ja, schon wahrscheinlich, dass ich ihn jetzt als Puppenmitglied mitnehmen kann.
Genau im falschen Moment gedrückt. Ah ja, passiert. Ah, Haupt. Kirito. Falsche Tür. Das ist immer ein Hin- und Hergereise hier. Kirito, どうしたの?突然全員集合なんて珍しい。フィールドボス討伐ですか?それとも大規模クエストとか?ああ、実は突然で悪いんだけど、みんなしばらく GGO にログインしないでほしい。そんな、SBC フリューゲルの攻略はどうするの?どういうことかしら?もちろん、相応の理由はあるわよね。ぜひ聞きたいな。納得がいく事情があれば考えるけど。キリト君、また何か大変なことに巻き込まれたの?違うよ、アスナさん。キリト君は自分から首を突っ込むんだよ。そうね。シャキシャキ吐きなさい、キリト。洗いざらい全部いつものように。俺ってそう見られているのか。パパの今までの行動を統計すると、ママやリーファさんたちが言っていることは正しいです。なるほど、参考になります。私もそのデータが欲しいです。ユイやプレミアまで、まあアスナたちが正解なんだけどさ。けど今回は俺から首を突っ込んだわけじゃないぞ。ある人物から連絡があったんだ。 GGO で不穏な事件が起きているってさ。ある人物?わけあって誰かは言えないんだけど、昔ある事件をきっかけに知り合ったお役人でさ。 VR ゲームには詳しくないからってたまに調査を頼まれたりしているんだ。役人?それって警察とか?まさかキリトさんってリアルでは偉い人なの?そんなことないよ。俺はあくまでも善意で協力している一般市民さ。これから話すことは機密情報なんだ。本当はみんなが GGO を離れていてくれればいいんだけど、それだけじゃ納得できないよな。だから依頼を引き受ける条件として君たちに情報の一部を話す許可を得ている。家族や仲間にも言わないでほしい。約束してくれるか?分かったわ、約束する。先日死亡事故が2件起きた。どちらも一人暮らしで、発見が遅れたせいで死体はだいぶ傷んでいたけど、司法解剖の結果死因は急性心不全と判断された。二人とも VR ゲームをプレイ中に死んだそうだ。ゲーム中の不幸な死というわけね。あ、不幸な事故と言えるだろう。だけど彼らはあるゲームのトッププレイヤーだった。つまりあるゲームって GGO なのね。正解。ランキングに入っているプレイヤーだから知っているかな。ゼクシード、それにウスシオタラコという名のプレイヤーだ。ゼクシードってこの前 MMO ストリームに出ていた人でしょ。ほら、変な人に銃で撃たれた。銃で撃たれた。そいつはデスガンと名乗らなかったか。ええ、デスガンと名乗ったわ。確か拳銃を持っていたはず。ウスシオタラコもそのデスガンに撃たれた直後、急にログアウトして音信不通になったらしい。そうか、君たちも目撃していたのか。何か他に覚えていることは?奴のアバター名は?アバター名はプライバシー機能で隠されていたよ。顔はマスクで全体を覆っていたのでわからない。身長はクライン君と同じくらい、細身のよく鍛えられた体をしていた。
それとあいつが使っていた拳銃は僕の記憶が正しければこれかな。これがデスガンの銃。この銃はなんで。シノン、シノンさんどうしたの。シノン大丈夫よ、私たちはここにいるわね。シノン大丈夫だから。ごめん、少し気分が悪くなって。うん、そうだね、疲れているんじゃないかな。あっちの部屋で休みましょ。ほら行こう、横になった方がいいから。アスナはキリトの話を聞かないと、あとは僕に任せて。分かった、お願い。話が終わったら私もすぐに行くから。ユウキさん、私も手伝います。私も付き添うわ。さ、こっちに。仲間なら心配すべきだろうけど、事情は聞かないでおくよ。シノンちゃんは急に具合が悪くなった。私たちはそう思うことにするわ。みんなありがとう。悪いけどシノンにもそう言っておくね、気にするだろうから。キリト君、さっきの話だけど、まさか GGO で殺人が起きたとでも言うの。 GGO の使用、そしてアミスフィアの性能から言っても人を殺すことは不可能だ。そうよ、 GGO はソードアートオンラインじゃない、絶対に不可能よ。だけど二人死んでいるんだよね。それもデスガンに撃たれた直後に強制ログアウトして音信不通だ。え、じゃあ何？ GGO で殺されちゃう可能性があるってこと？でもどうやって？アミスフィアは安全なんでしょ？だけどキリト君は可能性があると思っているんだよね。だから私たちに当分ログインするなって言ったんでしょ。あくまでも万が一の可能性を考えてだ。俺たちの知らない抜け道があるのかもしれない。私はしばらく GGO を離れてもいいよ。ただしキリト君も一緒ならね。俺は調査があるから残るよ。デスガンが何者か、その目的を突き止めないと。でしょ？だから私も残ります。キリト君一人じゃ心配だもの。うん、キリト君一人残すわけないじゃない。クレハさんたちは念のためしばらく来ない方がいいと思うけど。その結論を出す前にデスガンの目的は何なのかが気になるな。今のところ有名プレイヤーを狙っているようだ。デスガンが大勢のプレイヤーの前で裁きとか力といった発言とともに銃撃したことから考えると、特定の個人への恨みではないのかな。そうだね、僕が見た時もゼクシード個人というよりはもっと大きなものへの強い感情を感じたよ。証拠はないけれどトッププレイヤー狙いの可能性が高いか。そうするとこの中では、キリト君、アスナ君、シノン君、ゼリスカ君に、ついでに僕もかな。そして君だ。驚くのも信じられないのも当たり前だよな。俺だってGGO で殺人が起こせるわけがないと思っている。ゲーム内からの干渉で現実世界の人間の心臓を止めることはできない。あくまで偶然の一致、それが俺の結論だ。でもデスガンの存在が気になる。
音声の録音データだけ聞くことができたんだけど、デスガンからは本物の殺意を感じた。本物のねえ、今後のことはよく考えてほしい。俺はここで待っているから、結論が出たら教えてくれ。みんなも迷っているみたいだな。君が相談に乗ってあげてほしい。